はい、いつもありがとうございます。清岡先生、モガショプラショプラマガリオです。はい、今日はね、メルマガでも10枚のコインっていう、まあ、ゲームをやってたんですけど、いやー、見事にね、やっぱ頭がいい人っていうか、あ、いるんだな、たくさんいるんだなって、改めて再認識しましたけど、すごいなと思ってね。で、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、これ、迷路ですよね。ここに入り口があって、ここに出口があるわけです。こっちの方向に出口がね。今皆さんはここに立ってるわけですよ、ここに。はい、どっち行きます？こっちとこっち。起業するのか、 A というビジネスで起業するのか、 B というビジネスで起業するのか、もしくは A というビジネスに対してね、 X というやり方をするのか、 Y というアプローチをするのか、まあその二者択一になることを基本って往々にして、ビジネスだけじゃなくてね、人生において何か選択しなきゃいけないっていうことがあるわけですよね。この状況から動かなければいつまでもそのこちら出口に出れないわけですよね。どっち行きますかね。はい、ティ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 、よいしょ、1枚外します。ティ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 、実はですね、こっちをも選択するとこっちに行って、こっちに行っても、これライオンなんですけど、まあライオンに加えます。いや、こっち行って、こっち行って、こっち行って、あれと思ってこっち見たら、あ、ライオンだって言って、こっち行って、こっち行ったとしてももう行き止まりです。はい、もうこの段階でこっち行くしかないわけですね。もうこっちのブロックっていうのはもうとりあえず行けなかったわけですね。じゃあ今度です。でいでいで、よいしょ、よいしょ、はい、はい、次どっち行きますか。あ、反射してるか、ちょうどごめんなさい。こんな感じで見えるようになってかな。見えるようになってかな。はい、今度どっち行きますか。で、まあ、こっち来るわけですよね。はい、上に行くのかこっちに行くのかですね。はい、また今度ここで選ぶわけですよ、ここに来て。はい、じゃあとりあえずこっち行ってみましょうか。ディ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 、はい、どうなるのかというと、あービュー、あー、ライオンだって言って、まあライオンに食われるか、またやばいって言ってこっちに戻ってくるかですね。でこっちはもうライオンがいるからやばいからって言って、今度こっちに移動しますよね。ディディディ、よいしょと、この3つの道があるわけですね。見えにくいですね。はい、どうぞ。はい、ここに来ました。はい、今度ここに来ましたよ。ここ。はい、今ここに立ってます。はい。ちょっと上に来ますよ。はい。はい、今ここですよ。ここからここに来てます。はい。どっちの道に行きますか？はい。ビリッて行って、まずこっちから行ってみましょう。こっちは、あー、行き止まりだ。こっちの道は、はい、行き止まりだったわけですね。はい、じゃあ真ん中の道行ってみましょう。ビュー、あー、ライオンだ、ライオンだ。はい、見えにくいですね、ホワイトボード反射してて。何やってんだ曲がりをバカなのかと思われてるかもしれないですが、まあ結果的にはオープンしましょう。ディ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 、はい、よいしょ。はい、まあここからですね、こう行ってこう行けばゴールなわけなんですよね。まあ、ゴール、はい、今このね、これ今皆さん俯瞰してる状態ですよね。ここから見ればですよ、初めにこれを渡されていたら、あー、シミュレーションできるわけですよね。なるほど、あ、ここにライオンいるし、ここは行き止まってるし、こっちもダメなんだなと。例えばまあ見通しがつけられるわけですよね。でこっちに行ってここに来ても、あー、ここにもライオンがいるからこっち行った方がいいんだな、あ、そうか、こっちは行き止まりっぽいし、ここにもライオンがいるからこれはこう行った方がいいんだなっていうふうに分かるわけですよね。俯瞰する、あの、新しいものの見方はギフトだっていうふうにいつもセミナーで言うんですけど、俯瞰するっていう視点、ものの見方もあるんですね。はい、で、
ちょっと反則なんですけど、今ここに青のペン、ちょっと見えにくいんですけど、実はこことここの箇所に、まあ、青でチェックしたところがあるんですが、もしね、先ほど右側を選択した場合に、こちら側を選択した場合に、ここ行き止まりなんだけど、と、あ、行き止まりなんだなって言ってこっちに来ると思うんですけど、ここをそのままぶつかったとしたら、ぶつかったっていうか、実はここ同じ内装なんだけど、まっすぐ行くとここはもう壁になってなくて、押したら出られるんだと、ここも押したら出られるんだと、とすればですよ、それを知ってればですよ、試せばですよ、こっちからこう行けたかもしれないですよね。え、何言ってんのってこの人頭おかしいのと思われてるかもしれないですが、もしこれを事前に知ってたとしたらですよ、まあね、全体像が見えてればそんな面倒くさいことしなくてこう行けばいいだけのことなんですけど、もしこれを知ってたとすれば、あーどうしようって、うわーって来て、あー行き止まりだって戻ろう、うわーライオンだ戻ろうって言った時に、あー行き止まりだからってここまで戻らなくてもです、ここからこっち行ってみようと、もしくは最初から、まあ、行き止まりだけどってバーンって言ってみようと。何が言いたいかっていうと、僕たちはですね、往々にしていろんな選択肢を見えてないんですよ、知らないんですよ、で教えてくれないんですよね、教えられない。そんなのさ、って卑怯じゃねえって、事前にさ、なんかさ、こういう隠し扉みたいなことがあるなら教えておいてくれよって思ったかもしれないですけど、もしね、ここから本題になるんですけど、もしね、いやいや、あるビジネスがあって、このビジネスってこういう風なプロセスを踏んでいくとうまくできるんだよねって、ただこのプロセスを踏むために1ヶ月2ヶ月ここまで3ヶ月ぐらいはかかるんだけど、と3ヶ月の時間をかけてくれるんだったら、あのライオンに食べられることもなく、遠回り、それ以上の遠回りをすることもなく、諦めて途方に暮れて、あライオンだもう怖くなっちゃった、反対する家族がいる、友達がいる、同僚がいるって言って、もうやっぱり旅に出るのやめようって戻らなくても、中にやっぱ戻っちゃう人いますからね、うわーライオンだ怖い、もうやだこんな旅って言う人もいるわけですよ。あ広告出したけど、あの広告の反応がない、もう失敗なんだ、このビジネスはダメなんだ、1回目ぐらいは耐える、あこう来てこう来て、あまたライオンだって、またもう一目散に逃げちゃう人もいるわけですよね。でもこんな機会があったらどうですか、うん、この今このね入り口と、まあ隠されてたわけですよね、入り口ゴールが大体分かっているっていうだけの中で、まあスタートするわけなんですけど、もしこの宝の地図が入るんだとすればです、手に入るんだとしたらいくらで買えますかっていうのが本題です。あの企業で独立しようって考えてる人なので、いや、あの僕自分でやりますと、はい、あのいいことも悪いことも全部経験なんでと、うん、言われる方非常に多いんですよね。全然いいと思います、はい、あの僕の若い時もそうでしたから、そんなこの先の未来がどうなってるのか分からずに、例えばあのセッションしてても思いますけど、いやいや年収1億円欲しいんですよねって、もうあの海外で生活して悠々自適にって、なんかビジネス仕組み化してみたいな、うん、まあ今ここにいて今がどんな状況なのか置いておいたとしても、うわハッピーなんだと、どういっか分かんないけどハッピーなんだと、はい、信じれば叶うんだと諦めなければ夢は叶うんだとって言ってですね、まあ、その途中に兵糧が尽きたりですね、思わぬ妨害工作に入ってですね、たどり着けないかもしれないですけどって、まあ言われる方いるんですけど、うん、行動する前にまあ勝つ戦略っていうふうにね、僕のメンターが教えてくれて、
やる前にね、うまくいくかうまくいかないのかっていうのは僕が分かるんだっていうふうにうちの理論では伝えてるんですね。学びのサイクルって言って、仮説を立てたら設計図を立ててテストをして、そのテストの結果に基づいて検証を改善していって、それがビジネスになるのかならないのかっていうふうに学びのサイクルを回していこうって言ってるわけなんですけど、そのじゃあ仮説でやりたいことがあったって、これって儲かるかもしれない、他の人もうまくいってるしみたいな、僕これやりたいしっていう仮説に対して設計図が書けるのかっていう話なんですね。そしてその設計図がゴールにたどり着くまでの設計図になってんのかって、いや僕はまだ情報知識経験スキルもないんでと、企業独立するのが初めてなんでっていう状況において、じゃあ仮にですよ、僕たちが あそれはねってくどいんですけど、これを選択して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 、これをね、こういうふうに選択していく。このプロセスの中で、はい、ここね、1ヶ月。1ヶ月でやることは、これこれこういうことで、このプロセスの方では2ヶ月目かかって、これこれこういうことでかかるんだけど、ここのプロセスは3ヶ月目、これこれこういうことかかるんだけどって。もし知れたらどうですか？じゃあもう一つ踏み込みましょう。一緒に行こうよと。あ、これさ、俺過去にこれやったことがあるし、実はこう出口知ってんだよねって。この入り口のところに、入り口のところに、よく競馬場とかさ、競艇に行くとさ、なんか予想士みたいなやついるじゃん。人生なんかの時にね、占い師に頼る人もいると思うんですけど、まあ僕もそう言いながらね、占い師、前占い師3人いますから、顧問占い師が3人いますんでね、あれなんですが、はい。この人が多いって。今からお前旅に出るんだな、気を独立したいんだな、こんなことやりたいんだなって、実は行く道中の中では行き止まりがあったり、ライオンがいて食べられちゃう可能性もあったりって、今お前が持っている時間だったり資金だと迷っていると、途中でのたれ死んじゃうかもしれないぞって。だけどこのマップを授けようと、あなたならいくらで買うかねと、もしくは私と一緒に行くかね、だったらいくら払うのかやらしいな、なんか悪徳インチキ占い師の話になってるんですけど、こういうことって日常ってたくさんありますよ。ある。だってさ、もし皆さん車に乗るんだったらカーナビ、今のカーナビって高性能だからさ、道中混雑してるとか通行止めになってるって教えてくれるでしょう。カーナビがなかったら混雑してることも事故車がいることもわからないし、どっか行き止まりになってるのも直前にならないとわかんないわけですよね。けど初めからわかってれば迂回ルートで行けたりだとか、その選択しないわけですよね。日常で往々にしてあるわけですよ。もっと言うと、ご飯食べに行こうと思った時に口コミサイトとか見るじゃないですか一応当たりつけますよね。でもなんでビジネスをやろうと思ってる時にそれをしないんだろう。そんなところで、いや企業独立なんで自分一人でって、なんで勇者になっちゃうんだろうっていうね、たくさんね、戦国時代だって三国志だってね、たくさんいろんな勇者がいたわけですよね。大抵みんな死んだわけですよはい、そんなお話でした。で、ゴールデンウィークですね、集中的に企業養成合宿っていうのを3日間でやることにしました。まだですね、サイトもできてないし、ただ、日程が5月の2、3、4で、5、6、7で、8、9、10、3回やります。ご都合がいいところ参加してもらって、例えば平日休みじゃないんでと、いう場合は他のところに振り返ってもらったりとかしてもまあいいかなと思ってるんですけど、こういうようなものを、5つプレゼントしますマップとね、これをやるんだったら初めに どれぐらいの時間とお金がいるぞと、そのビジネスはこういうプロセスになっていて、想定されるリスクはこれこれこういうことで、できる、できない、やる、やらないっていう、リアルなビジネスを、5つプレゼントします。プレゼントする。でそこを、まあ、物の見方を学びながら、じゃあ実際やるんだったらどうやってやるんだっていうね。なんで、興味関心を持ってくれた方はですね、ぜひうちのメルマガに登録しておいてほしい、登録してください。はい。
来週直前になると思いますけど、案内を流しますんで、ぜひ興味関心があったらね、うちのメルマガ見て、ぜひ一人でもグループに参加してほしいなと思っています。それではまたね。